はい、おばあちゃん。時々あしゃご。どうしたのよ。しばらく心配してたよ。え？君が心配してた。体調崩してた。なんかそうかなと思った。風邪でも引いてよ。うん。良くなった。大丈夫。ああ、そうかね。何？いいよ。あ？あらららら、待って、沸騰してる。休みになったの？まだ12月、うん、クリスマスの後ぐらいから冬休み。今ね、今日は休みな。今日休み。火水木休みだから帰ってきた。ああ、そうか。今日は水曜だよな。うん。ヤクルトがいいが、おったんがいいんだよ。ヤクルトがいい。これ焼くんだが、唐揚げにするんだが、ついてきて。唐揚げでいいんじゃない？これ味ついてるは。うん。何でもいいけどよ。味つけてやったらよ。ヤクルトがお互いだ。ヤクルト。おばあちゃん、唐揚げだって。唐揚げ。あれついてるから、唐揚げ粉。あのままでいいのか。揚げるだけ。それから人参のきんぴらやったよな。うん。で。書いて全部入れない。入れない。唐揚げ。揚げるの初めて。初めて？うん。勉強になっぺ。何でも覚えてったな。なんかやつ今日で、うん、ご飯はたまに炊くの？たまにね。たまに毎回炊くと大変だから一回炊いて冷凍しといたりとか。ああ、そうすか、温めてか。あとは、うん、砂糖のご飯とか、うん、砂糖のご飯、あ、チンするだけ。温めて食べれる。
そうそうそう。なんでもいいな。マシンガンケーキがまっすぐ反応したいんだけど。みんなそういうアタマみたいな。いいよね。いや、それはダメージよりね、うん、体中がかゆくてかゆくて、うん、夜あんまりタバの値段になった虹色の晩ね、うん、こうするの持ってたのね、普通で、それ塗ったら、だいたい治っちゃった。すぐ塗ったら？いや、よかったよ。いや、かゆいのかゆいのって。すごくかゆかったね。なんでだろうね。昨日は寝れた？うん？昨日何で寝れた？寝れた？うん、湯気はかゆくるだった。あんまりかゆかねた。今が帰ってごまんで来ておきたいです。血圧は今日はね180血圧ってからあれ見てみて帰ってあったなんか気だな帰ってみらわ3人と腰なんだから腹が立つ。アルミちゃんに電話するか。爪もらうねだって。え？鷹の爪。ああ、持ってっていっぱい。持ってっていっぱいだって。薄いのがいい。薄いのがいい。切り方が薄いんだ。持ってきたら持ってきて。おいしい。ご飯が欲しくなる。え？ご飯。だって。ライソー。一本持ってね、帰って。
入っとけ。大丈夫大丈夫大丈夫、うん、電車の中で高く咲くてな食べないか。落花生食べる。あの場でね、あの落花生はカリカリいれば美味しいんだって。うん、で少しやれか。こっちがじゃなくてこれほぼね、スプーンだっぺ。そう、みんなによそる。みんなによそる。で少しずつね、うん、何で味付けたの？え？味付け何？味付けね。うん。でそう、酒と、うん。酒と味噌と砂糖。うん。とろっとして高瀬原カフェでやったやつを混ぜるだけ。うん。煮詰めるみたいな？え？煮詰める？煮詰める。そんなに煮詰めね、うん、ちょっとこう混ぜるだけ、うん、上手に作ってうまいんだけどなかなかダメなんだよ。よくできないで難しいんだ。あれ難しいだろ、エリが、うん、あんまり強い日だのに時間長くかけてこういんなきゃ、うん、ダメなのよ。弱火で、うん、食べてみちょっと、うん、我々にカリカリしてもいいんだな。あ、おいしいわ。うん、うん、あ、どっち作ってやって。なかなかよくできないのよ。これも我々にご飯かけて食べてもいいのかな。来年、来年畑手伝いたい。できるようになりたい畑。うん。あんでもすぐと助かったら大根立てなんだってな。うん。私あんまりもう来年はできないけどもまだ教えてやるから、うん、いっぱい畑やったら。太陽開発ってあそこ、うん、そこの会社が土地、私の土地を運来があって、うん、手紙書くの、昨日も来て、すごく来てんの、うん、だけど、あなたのそこやられたらな、うん、いやだから、うん、私は絶対寄ろうと思うね。孫も彦もいるだからみんなね、うん、少しずつ作ったってよ、うん、いいと思って。昨日も来てやめ、来てんだ。でもあげてねえんだ、どうせ取ったな。あれちょっともう苦い。太陽光の人が来るんだね。多分春ぐらいになるけど、春ぐらい？何？春、来年の春とかに教わりたい。うん、何でも教えてやるから作れや。来年春はじゃがいもだな、早げの。ブロッコリーが立派じゃない？だ、立派だっぺ。畑のやつ？そうだ、作ったやつ。ブロッコリーすごいんですよ。最近筋トレにハマってて、筋トレ好きで、その栄養をちょっと調べんだよ。ブロッコリーがめっちゃいいのよ。筋肉ムキムキ。ムキムキになろうと思って。ムキムキになりたいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここでいいの？うん。